はい、サンキュートチャンネルにありがとう、三遊亭キュートです。今回はキュートの滑らない話のシリーズでございましてですね、私キュートは所沢に住んでおりまして、所沢在住の落語が私一人ということでございまして、所沢大好きなんですよ。 I love you 所沢で、だって所沢という町はですね、日本に12しかないプロ野球の球団があるんですよ。しかもドーム球場があるんですよ。まあ外側が空いててね、ちょっと中途半端なドームなんですけども、夏は暑くて冬は寒いという、一体誰が考えてるのバカ野郎と言いたくなるようなドームですけども、でも最高ですよね。で、私ですね、昨年の9月にテレビ朝日の純散歩に出演したんですね。まあ、所沢在住だから、宝仁さんがこう、来たとこ、こう、まあ、なんだかんだっていうね、それがこう、収録がございまして、それから1ヶ月ぐらいの時の話なんですが、まあ、子供の習い事、好みが終わって、夕方7時頃、もう薄暗い時ですよ。近くの横断歩道を渡る時、私はこの、ジュニア2のベビーカーをしてましてですね、前を自転車に乗ったご婦人がこう、横切ったんですよ。その方の顔を見て、知り合いの吉野さんにとてもよく似てたんですよ。ね。まあ、違うとは思ったんですが、こう、吉野さんって声かけたんです。するとお互い渡り切って、その方も止まって振り向いて一言、違いますあ、違うんだ。あ、違った。やっぱ違ったんだ。どうもすいませんって言った次の一言がすごかった。よく似てるって言われるでーすよく似てるって言われる。やっぱりよっぽど吉野さんに似てるんだなぁと思って、またすいませんとか謝ったら、次の一言がもっとすごかった。テレビ見ましたはい。テレビ見ました。でと、すれ違った時、もう目と目も合ってないんですよ。この薄暗い中で、わかったんだ。ああ、と思って。あ、純散歩見たんだと思ってね。次私こう言いました。よく似てるって言われるんでーというなわけで、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとう!サンキューと、いえいえ。